この子を見に来たの？すごい美人だろ。もちろん、これでも昔は空軍にいたんだ。タンカーでも貨物機でも、何だって飛ばせるよ。火の海の中でもね。このベルチバードは変わった子でね。飛行機でもヘリでもない。一緒に行きたいなら、ただ座っていればいい。積み荷をなくしたことは一度もない。人間を含めてね。大丈夫さ。聞いたらぶっ飛ぶよ。こんな話をしても、双発プロペラ式の輸送機でアクロバット飛行なんてありえないってみんな言うんだろうけどね。私に言わせりゃ、確かにその通りかもしれないけど、やってみたらものすごく楽しかったよ。マザーと我々から踏み倒したキャップを完済するまでな。さもないと代わりにチヘドで払ってもらうことになるぞ。頼むよ。俺の子供たちはどうなる？調査書は読んだ、ビリー。子供はいないだろう。それは、言ってみただけだって。本当だ。何も知らない。お前を入れるとは連中も基準を下げたもんだな。さあ、ベルトバックル、我々の金がどこにあるか言え。ベルトバックルって呼ぶな。呼んでいいのはワイズガイだけだ。もう二度とベルトをつけられないようにしてもいいんだぞ。ほら、頼むよ。仲間に警告せざるを得なくなる前に質問に答えてくれ。ここに来てくれた。黙れ、ビリー。こちらの
坊やはマフィアだ。彼の組織にはかなりの額のキャップの貸しがある。そしてこの天才数学者を使って支払いを免れようとした。見過ごすわけにはいかないな。アトランティックシティにはルールがある。一番大切なことを知りたいか。ショーマンを騙すな。ガキ、たとえ赤ん坊でも構わない。手ぶらで帰るわけにはいかなくてな。もし俺の邪魔をするというのなら、そうだな。忘れられないショーを見せてやる。ショーマンに危害を加えるなんて。でもまあよくやってくれた。やらなきゃやられてた。俺はここのファミリーの会計士なんだ。だけど仕事内容が思ってたのと違った。あんたに手伝ってほしい。仕事そのものだよ。俺には無理だ。会計士って言うから金のことだけやればいいかと。だけど違った。確かに金は扱ってるけど、こんなにプレッシャーをかけられるとは聞いてなかった。背に腹は変えられないとか言われたよ。しわ寄せが全部こっちに来てる。守備範囲じゃないのに。頼むから手を貸してくれ。責任重大すぎて手に負えない。親父に怒られちゃう。本当にありがとう。ギリギリのとこだった。約束するよ、損はさせない。よし、急ぎの用からやろう。バターカップが手下をよこすまでまだ間があると思ってたけど、あいつら早めに来るのが好きみたいだ。最高だ。見つけ次第対処してくれ。じゃないとベルトは俺の死体袋に巻かれることになる。殺す必要はない。俺の主義に反する。でも三宅の首がないと帰らないだろうな。俺はクエンティーノズへ行く。用があったらそこへ来てくれ。どれか。ようやく楽しいことが始まりそうね。
Systems nominal. Weapons hot. しようがない。
なさそうよ。なさそうだ。もう一度やってみたらどうだ。
やっとか。お前の注意を引くポーズもそろそろ底をつきかけてた。お前と俺で今日はキャップを山ほど稼ごうぜ。なんてなんだ。ああ、名前なんてどうでもいい。俺のファーストネームはビジネス、ラストネームはメーカー。いや違う、マネーだ、マネーメーカー。分かった、今のはなしな。いいか、助けがいる。お前は有能そうだ、手を貸せ。少しだ、もうすぐキャップの匂いをたまりかげる。頑張れ猿、もう少しだ、もうすぐキャップの匂いをたまりかげる。キャップの匂いをたんまりかげる。よう戻ってくると思って。面白い、さすがの起業家精神だ。そうこなくちゃな。よし、俺の美声を聞かせてやるから、耳の穴かっぽじってよく聞け。やってほしいことはこうだ。こっ Victory is assured。 終わりぜ弱虫め。Engaged. What a dick.
で、目で、何をしてようが、すぐクエンティーノと向かえ、息遣いが聞こえるぞ。つまり、初めましてというわけか。ファミリーはこんなガキが俺の感想をすり抜けられると思ったらしい。舐められたもんだ。だが、お前なら、相手にとって不足はなさそうだ。よし。俺を倒せたら、この場は引き下がろう。スーツ姿の間抜けどもとは違って、俺はチンピラじゃない。約束する。Liberty Prime, back online.
て。Ah!
病気になった。よ、調子はどうだ。これはこれは、俺のお気に入りのペテン師じゃないか。よくやったぞ。これで他のマフィアもマーフェアに付き合わざるを得まい。え？ああ、まだいたのか。報酬を弾むよう、ビリーに言っとこう。サルおじさんに感謝しろよ。はっは、やったな。あのバカどもの自業自得だ。そいつを受け取ろう。ありがとな。ああ、そうかい。優等生さんよ。なんだ、笑顔が足りないか？ピエロに笑わせてもらいたいなら、ボードウォークにでも行け。そうしろよ。あいつは繊細すぎるんだよ。まあ、そうだな。少し前にちょいとばかし、口喧嘩はしたかもしれない。あいつはかなり興奮してた。だから、いたずらしたら面白いと思ったんだ。ズボンにな。問題は、蜂蜜を食べたばかりでな。みんないつも俺の手がベタついてるって言うけど、汗じゃなくて蜂蜜だ。いいな。それでビリーのズボンを下ろそうとして掴んだら指がくっついちまった。だから引き下ろした時にすっかり破けちまってさ。あいつは首を落とされた鶏みたいにクラブ中を走り回った。誰にもパンツを見られたくないって叫びながらな。いや、全く、かなり笑えた。あれ以来、あいつはすっかりおかしくなっちまった。毎日ズボンにベルトを50本くらい巻いてさ。だから今じゃ、ビリーベルトバックルって呼ばれてるわけだ。ああ、きっとまた来る。毎朝着替えるのにすごく時間がかかる。安全には変えられないけどね。やったな。信じられない。いや、もちろん信じてたし、それは今もだけど、でも今ほどじゃなかった。これであいつらも勉強になったろうな。連中との戦いはこれで最後じゃない。今後もあんたの力が必要になる。その時も頼めるか。なんだろう、この新しい感覚は。これが希望ってやつか。いや、大げさでもなんでもない。またな、友よ。俺はここで待ってる。
きっと気に入る。絶対すごいぞ。最高の仕事だ。ねえ、俺嘘うまくなってる？ああ、あんたも。じゃあ、最近は質の面でファミリーが激しくて。飛ぶ準備はいい？それは帰ってから詳しく聞かせてもらうよ。乗りな、エンジンをかけるよ。
本日の保安状況まだ適切な予防策としてこちらでは現在作業が行われております。お客様は立ち入らないようにご用でしょうか、お客様。計画とお仕事と心配事を抱えてお過ごしです。掃除をする暇もないんですから、ね、最後に綺麗な水に手を突っ込んだの。注目を引くものがあればぜひお知らせください。私が優秀なセールスマンですって。どうも、ぬかコーラは好きですか？なんか腹に合うべきでしたね。もちろん大好きですよね。あの人は何だって売りつけましたから。本当これは大失態。ホワイトスプリングだけの商品です。大人気の最新コーラを先行発売。クラックスバーグに行ったことは。ルカコーラクアンタム。ジュセッペ骨董店に何でも揃ってるのにわざわざ行く必要なんてありませんよね。戻ってきてああいうとこじゃなくて、どこに行ったの？安全な場所に派遣してもらえたの。ポーランドに知られたらどうしよう。大変なことになっちゃうわ。本当これは大失態。フルーティーなヌカチェリー、グレープ、オレンジをどうぞ。世界はキャップで回ってます。それをよく覚えておいてください。一味違うものが欲しい？こちらでは手に入らないご当地限定のフレーバーも取り揃えております。本を読みますか？最近はそれだけが私の正気を保ってくれます。お得意さんじゃないですか。もう少し減量した方がいいですよ。お財布の中身を。ああ、ミスターメイクオーバー、戻ってきて。どこに行ったの？ポーランドに知られたらどうしよう。切手を運ぶのをお手伝いいたしましょうか。本当これは大失態。
ページが擦り切れて薄くなるほど本を読んだことはありますか？私は謎々本の答えのページをなくしたら大騒ぎするでしょう。避難所にいれば悪いことは起きないさ。ローランに知られたらどうしよう。ブルーリッジの連中が手紙を持っているか確かめなくっちゃ。これは大失態。